はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、リブラクリエーションの認定コンサルタントの高橋京子先生のインタビューということで、はい、お届けしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、京子先生ってね、普段私呼んでるんで、京子先生にね、自己紹介をちょっとしていただこうかなっていうふうに思ってます。はい、自己紹介からお願いします。はい、私は、東京都の小平市というところで、お菓子教室をしております。で、今はですね、お菓子教室の先生になりたい方たちのためが、あとはプロになりたいという方たちのために、特にはこうスキルアップラボという、そうですね、マニアックなレッスンを、しているのがメインになっていますけれども、あとはこちらのそれとは別部門という形で、そういうところを卒業された方っていうのは、やっぱり教室を開きたいっていう方が多いので、その方たちがこううまく成功していくのをお手伝いする、そういう部門ということで、コンサルタントという形で、今勉強させていただいてました。ました。はい。それで大丈夫でしょうか。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。はい、今回寄せ講座でね、認定されていくわけなんですけど、コンサルをそもそも行おうと思ったきっかけがあったと思うんですけど、それは何がきっかけだったんですか。はい。そうですね。今ちょっと自己紹介の時にも少しお話しさせていただいたんですけれども、私は教室業今年で23年目になるんですけれども、そうすると、一般の生徒さんのレッスンもあるんですが、そういう教室の先生になりたいとか、あとは、そうですね、なんか、これから仕事としていろんな、スイーツを教室だけじゃないので、仕事としてやりたいっていう方とか、あとは資格を取った、何ですかね、通信講座で資格を取ったとか、生体衛生士さんの資格取ったとか、そういう方たち、ディプロマを取ったとか、いろんな方たちが通ってくださるんですね。はい、さらにこうスキルアップをしたいっていうことで通ってきてくださるんですけども、でその方たちが自分の講座を出た後に、いろいろこう相談をされるわけなんですね。はい、ここ卒業した後に、どういうふうなこう道があるかとか、どういうふうに教室先生は初めての時されたんですかとか、そういうのがあったので、それに答えているうちにといいますか、それで、講師養成講座みたいなものをじゃあ作って、ちゃんと教えてあげようみたいになったんですけども、で、やっぱりこう、なんか、そこがきっかけですね。生徒さんの方から、生徒さんが教室をうまくいくために、私はじゃあ何ができるんだろうっていうところから、そのコンサル業の勉強をしようっていうふうに思いました。はい。だからあれですよね、世の中の中で特に22年もね、京子先生の場合やってらっしゃるわけだから、私もそうですけど、教室業を自分がやったのとコンサル業と、さらにニーダーだった時代を含めると16、7年ずっと教室業界見てきてるわけなんだけれども、趣味のね、教室から本当にビジネスの教室に転換してきましたよね、最近ね。そうですね、そう思います。皆さん、なんかちゃんと職業としてやりたいっていう人が増えてるな。増えましたね。なんか昔、それこそだから私が本当に教室始めた時とかっていうのは、じゃちょっとお菓子作り得意とか、お料理得意とか、そうするとなんか、教えてよみたいな風になんか言われて、でそこからなんか教室が開き始めてしまうみたいな、そういう、でその来てくれてる人たちが口コミで他のお友達連れてきてくれたりみたいなところから始める方がすごく多かったと思います。で、だけどやっぱり今はそのもうお菓子を習うのも資格を取るために習うとか、なんか何ヶ月でディプロマ取って、その取った仕事ものを仕事として生かそうとか、もちろん趣味でやってる方もいらっしゃるんですけど、その趣味をこう生かしていこうみたいな方がすごく増えたと思います、ね。だからやっぱ時代がね、特に変わってきてっていうとこが大きな部分で、で結局資格取ってもね、教室できないんですよ。そうなんですよ。
うちに来てくださる方もなんか本当に通信とかで正解精子さん取ったんだけど、実際にこうなんですかね、じゃあそれをが持ってるからって何ができるのっていうところにやっぱり行き詰まってしまったりとか、あとは実際にはじゃあ通信だから作れないとか、あとはこれを教える資格を取ったんですとかって言って、でもじゃあそれを教えるためには生徒さんいないとダメですよねっていう、生徒さんはじゃあどうするんですかっていう、そこがやっぱり先生業って、私先生ですって言っててもね、来てくれる人がいて初めて先生ができるから、本当にそこのところですよね。そこがやっぱり困ってる人が多いっていうのが現実だと思います。多いですね。だから昔に比べてそこがみんながそこを取っちゃったから、みんなの教室にみんなが行くわけじゃないっていうのを自覚してやんなきゃいけないっていうことは、資格取るのと同等ぐらいにビジネス系と集客学ばないとダメっていうのはちょっと知っててほしいなっていうのは思うんですけどね、最近のトレンドとしてね。本当にそう思います。なんかね、私のこと話すわけじゃないですけど、本当に私は本当に趣味っていうか、本当にそういうなんかあんまりビジネスマインドなく始めちゃったので、やっぱりそうやってると今のこの時代には本当にだんだん立ち行かなくなってきて、もう6、7年前のことですけど、そうす、なんて言うんですかね、ちゃんと学ばないと、その昔からやってる先生でももうダメです、ね、その立ち行かなくなってくるっていうのは現実に起きてることなので、来てます、ね、私もそうでしたし、本当にこれから始める人は特に学んでからやった方が早いと思います。早いっていうか、わかります、わかります。だからそういうちょっと今ね迷える状態になっちゃってるような人とか、ちょっとやったけどあれっていう人とか、これから開業したいんだけどって、まあ夢膨らますのはねいいんですけどね、今の開業って結構昔に比べて大変よっていうところも含めて、ね、そうなんです。なんか夢潰すわけじゃないんですけど、本当にただこの資格取ったからよし教室やろうみたいにやってパッと来てもらえるっていう時代ではなくなってしまったので、ちょっとこうね始めてみたけど困ってる人とか、あとはこれからやろうっていう人は、多分私が多分今の時代にやろうと思ったら思うのが、何からやったらいいんだろうって思う、絶対思ってると思うので、そこだけでもなんかちゃんと学んでからやったらいいかなっていうふうに、そうですね、今の自分だったら言ってあげられるかなって思います。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問ですね、はい、教室ビジネスの転換点とコンサル業の融合点ということで、まあ、教室ビジネス、教室をやっていて今回コンサル業っていうのが来るじゃないですか、どういう形で京子先生はやられていこうと思ってるんですか。はい、私は教室業を大好きなので、教室業っていうかお菓子を作ってることも大好きなので、でその経験も長いので、お菓子教室をやりたい方とか、その仕事にしたいっていう方がすごく来てくださるんですね、はい、私のそのマニアックな知識をこう知りたいみたいに言ってくださる方が多いので、たくさん出してますよね京子先生。あ、そうですね、だからそこの部分はこうやめないというか、そのお教室業の先生にはそっちの部分もすごく必要な部分だと思うので、はい、そこはそこでちゃんとお伝えをしていきながら、それとは別部門として、なんか本当に2つできないと、2つっていうか本当にこの技術だけを学んでも教室業ができないっていうのはすごく身に染みて感じているので、その部門とはまた別部門としてコンサル業っていう形で、その本当に教室業で成功したいとか、そういう方たちを一緒にですね、ただ開業って簡単なんですよ、多分。名乗ればいいだけだからね。先生になりましたって言えばいいだけだから、ね。で、まあ、じゃあ最初お友達でもいいですけど、じゃあお教室やりますって言って、その開業することっていうのはそこまで大変じゃないと思うんですけど、やっぱり10年続けようとか、まあ5年でもいいんですけど、5年、10年続けようって思うと、それなりのちゃんとしたプランニングしていかないと難しいのかなって思うので、それを
一緒にこう作ってあげるっていう、うん、そうです、ね、その技術面も教える、うん、そっちのプランの方も教えるみたいに両方教えられるその風にやっていこうと思ってます、うん、ということは、はい、単にこれはね、例えばじゃあインスタグラムとかフェイスブックどう使うんですかっていうことを集客のためだけに教えるわけじゃなくて、そこも見るしこっちも見るし、まあ、あの総合的にトータル的にディレクションしてくれるっていう、そんな感じ。あ、そうですね。なんかその人によってインスタグラムがいいっていう方もいらっしゃるし、そうじゃない方がその人に向いてるっていうのもあるし、で、あとはインスタグラムだけできても、うん、なんかやっぱり動線っていうのがあって、うん、導く線の動線ね。そうですね、導くっていう。で、私は本当に自分がその集客っていうことを勉強させていただいたときに、そのちゃんとその動線作りっていうことを一から学ばせていただいたので、今基本的に何もしなくてもっていうのはちょっと語弊があるんですけども、そんなにアクセク毎日なんか集客しなきゃってやらなくても、こう生徒様が集まってくださるっていう環境が作れたので、やっぱりすごくその動線って設計っていうのを作れると、楽にっていうか、最初はもちろん大変なんですけど、すごく楽になるので、だんだん楽になる集客みたいな、うん、 そうですね、そういうなんかプランニングをしてあげたいなっていうふうにやっぱり思ってますね。私の基本方針も自分がそうだったから、自動集客っていうことで、なるべく手間省いて、勝手に来てもらえるといいよねっていう作り方をもともとしているので、それをやると集客のために割かなきゃいけない時間相当割けるので、そうするとね、要はそこが避けるっていうことは、本当に教えたいことだけ教えるっていうことと、まあ時間も作れるから好きなとこ行けるよね。そうですね。いいかなと。やっぱりなんか一番大変って聞くのが、その来月の生徒さんを今月集客するみたいな。例えばお菓子教室だったら、じゃあ10月ハロウィンのなんかメニューやりますっていうのを9月に告知して、10月の生徒さん集める。で、集めてレッスンしながら、今度は11月のメニューを考えて、なんか集客して集めるみたいな、そのなんか自転車操業じゃないですけど、ずっと集客してないと、なんか止まった途端に、ね、なんかないみたいになっちゃうので、それはすごい大変だなって思うので、そうじゃない自動集客をねやっていただけたらいいなって思います。ね、京子先生の場合特に範囲が広いからね、ホームページの作り方も教えるっていうか、ゼロからじゃないけどね、自分も作ってるからできるしとか、コンピューターとかにも長けてるし、あと写真もね撮れるし、で SNS の周りのももちろん平ったくは全部扱えるからね、そういう意味では結構勉強しましたね、知ってるよね。頑張って勉強しました。まあ私も頑張って勉強したからね。そうだから、そのなんていうのかな、全体をこうきちんと見てもらって構築してもらいたいっていう、何からやったらいいのっていう人はすごくいいなと思いますね。はい、ぜひ本当一人で悩んで何からやったらいいんだろうってやっぱり絶対思うと思うので、こんな方ね、SNS も多いからね。本当ですよね。じゃあ Facebook 何書けばいいのとか、 SNS とかも なんとか集客とか、Instagram とかもインスタはこう書けばいいんだとか、こういう投稿すればいいんだみたいのもすっごいいっぱい出回ってるので、何が本当かね分かんないと思うんですよね。あら、本当一人で悩んでるんだったら、まずなんかご相談とかするだけでもいいのでって思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ですね、今回コンサル養成講座でなんか学びとか気づきとかあったと思うんです。ベスト3で3つぐらいの、ちょっと3つですね。はい、そうですね、私はコンサルタントっていう風にすると、やっぱりその自分がこう自分のクライアントさんっていうんですかね、お申し込みいただいた方を見てあげるっていう風になるわけなんですけども、
大げさな話をすると、なんかその人の人生ごとこうなんか抱え込むみたいな、そういうなんか本当にこう自分が後ろの扉を閩めなきゃいけないみたいな、そういう、こう自分の覚悟みたいなのがすごい重要だなっていうのは、あの一番大きいこととして、うん、あの気づかせていただきました。であとはそうですね、2つ、まあ、順番ねつけられづらいんですけども、あのなんか本当にいろんな、今回なお仲間と一緒に学べたこともあってその方たちのなんていうのかな、クライアントさんのもいらっしゃるので、なんかいろんな本当にお悩みの方とか、なんていうのか、パターンがないっていう、あの決まったパターンがないんだっていうのを、そうねそうなんですよ。なので本当に一人一人、この方にはこう、この方にはこうみたいな、その本当に一人一人にこう丁寧にやっていくっていう、そのなんかパターン化されたこうコンサルティングのなんか虎の巻みたいな、そういうのはないんだっていうのも、うん、あの実感しました。うん、いいですね。はい。で、あとはですね、やっぱり自分の考えだけになっちゃうと、うん、ちょっとやっぱりこう自分の目線みたいなとか自分の主観みたいなのが入っちゃうと、そのクライアントさんのお話がちょっと自分色になっちゃうみたいな、そういうのがあるので、そうですね、そこはなるべくこうね、引いたのいる、ね、そう、そこはそういうふうに思いました。そのまあ、もっともっとたくさんあるんですけども、あの大きい点として自分が今度コンサルタントとしてあのやっていく上で気をつけなきゃとか、そういう意味ではその3つが大きかったです。はい、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあその引き続きで、じゃあこれからね、どんなコンサルタントとして活動していきたいかっていうところはどうですかね。はい、そうですね、なんかさっきとかお話ししてたののこうまとめみたいになっちゃうかもしれないんですけど、やっぱりその開業するだけってすごく簡単だと思うので、であとは例えば SNS のやり方を教えてあげるだけとか、じゃあ LINE 公式っていうのはこうやってやるんですよとか、そういうなんかやり方だけ教えてもらえるところってすごくたくさんあると思うので、うん、そうではなくって本当にその方なりのこうプランニングっていうかをして、その方が5年10年どんどん楽に教室業ができていくっていう動線作りをこう一緒に考えるっていうか、一緒に実践していくっていう、そういうコンサルタントになりたいなと思ってます。ってことはやっぱり最初のうちから京子先生とこ行った方がいいよね、悩んでる。そうですね、なんかあの一緒に作ってあげたら、それを実践していただくだけで、そうですね、なんか私のこうコンサルタントのそのページにも書いてあるんですけども、やっぱり結果っていうか、本当にレシピを知らないだけですみたいな表現の仕方させていただいてるんですけど、お料理を作るのにレシピがわからないとお料理作れないのと一緒で、そうですね。なんで、レシピがないのに適当に買い物に行ってなんか適当にお野菜とか買ってきて、でどんなもの作ろうみたいに悩んでるのと一緒なので、うん、ちゃんとこの料理っていうか、この結果を出したいっていう風になったら、こうやってこうやってこうやっていくとこれができるんだよみたいなのを、本当に最初からやっていただいた、私は遠回りした派なので何十年も遠回りした派なので、最初からそのレシピごとにやっていくっていう風にできるのは、すごくこれからやる方にとってはいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そうするとじゃあ今回の、ね、養成講座を体験して、今後それをやりたい、はい、コンサルになりたいっていう人がいた時に、養成講座どういう人におすすめですか？養成講座はですね、やっぱり
先生方こう長くやったりとかしてると、やっぱりその自分の生徒さんたちが教室やりたいとかっていう風に言ってくださる方、言ってくださるっていうか、やりたいっていう風に思う方ってたくさん出てくると思うので、うん、そういうなんか資格の講座を持ってる先生とか、あとは自分が長くやってきて、自分の生徒さんがもう実力をつけてきているような先生とかで、そういうか、そういう方たちに自分のやり方をただ教えるっていうのだと、ちょっとやっぱり 薄いっていうか、なのでその根本的なところも含めて、もちろんその先生のなんか経験値とかは必要だと思うんですけども、そのそういう自分の生徒さんがもう先生になりたいとか、資格講座持ってるとか、そういう先生はぜひその方たちのためにやってあげたらいいかなって思います。同じ先生になる方がいいからね、多分ね。そうですね、集客だけ他に習いに行くとかやって、コンサルだけ違う先生にっていうよりは、その資格講座を受けた後にその先生がその後も教えてくれるっていう方が多分安心は、ね、さんとしては安心だと思うので、はい、自分のことを知ってくれてるっていうのもあるし、そうですね、だからそういう、はい、先生方におすすめな講座だと思います。はい、ありがとうございます。私もやってすごい良かったので、ね、はい、まあめっちゃ実践型だからね、机上の空論レベルじゃないからね。そうなんですよ、もう本当にあとロールプレイングみたいなのも役をやってとかいう、どういうコンサルをするかみたいな、ね、ロールプレイングのもある、何ちゃんにやりますって言ってね、自分そうなんですって、でもそれ私できないですとか言って、そうなんですよ、だそれにこうどう答えるかとか、そういうなんかその方をどういうふうに導いてあげるとか、あとマインドのところとか、そういうのとかを多分自分だけだとなんか、ちょっとこう困っちゃうところも、そういうお仲間とそういうふうにディスカッションしたりとか、またかこ先生の長年のコンサルのこういう時はこういうふうにしてきたみたいな、こう経験のお話とか聞いたりとか、そういうのでなんか引き出しをこう増やしていけるみたいな、そうですね、そういうのは、コンサルは引き出しどんだけ持ってるかだけだからね、基本的にはね、自分がだから経験してないけど疑似体験的に、ああそうか、そういう考え方っていうのが一気に事例が集まるのはやっぱり大きいですね。そうですね、自分だけでやってると自分のクライアントさんのお話だけしか聞けないけども、他で、ね、やっていてこういうタイプの人みたいなねそうですね、タイプ的に、あそういるんだそういうタイプみたいなでそこに当たった時に、あこういうタイプねっていう風になるからね、その引き出しをこう出してこれるみたいなのは、はい、すごくいいなと思います。はい、で最後の質問ですね、今後自身のビジネスの展望と、あと理想の未来の姿っていうことで、何かこんな風にしたいとかっていうのはどうですか？はい、私はですね、もちろんその教室業のことも続けるし、コンサルのこともやるしっていう風にしてるんですけど、ゆくゆくは温泉地にですね、すごいホールを作りたいんですよ。で、ちょっと主人が音楽家なので、その音楽の方たちも集めたいっていう主人の夢とかも一緒にあるんですけど、で、そこで、だから広いキッチンとかも置いて、こう庭とかに石窯とか置いてみたいな。そう、そこで、本当にいろんな先生がお仲間にいるので、いいですね。じゃあ今回はこの先生の講義をここで、なんか合宿しながらやりましょうとか、なんかそういうこう音楽付きのなんか、高子先生もだからホールでサックスを吹いてください。はい、いますよ。サックス吹くし、なんなら忘れたパンをもう一回とかね。あ、パン。スペシャル一マニアックですね。高子先生の。幻の復活パン講師のレッスンが受けられる。そうそう、受けられる。もう全然ダメダメな状態なんでしょう。リーダー持ってっていいですかみたいな。手ごで忘れました、ね。だからそういうのを、だから自分のね、クライアントさんとかにも来てもらったりとか、そういういろんな面で、だから自分もお仕事頑張って、生徒さんもお仕事頑張って、で、そういうね、ところで楽しんでみたいな、
やっぱり楽しくやっていきたいなと思います。うん、いいですね。みんなと一緒にですね。はい、みんなと一緒にね。で、そういうクライアントさんも一緒にね、来たりとかして泊まって、なんか、もちろん技術とか学んだりとか、あとね、あのノウハウ学ぶのっていうのを、まあ、教室で学んでもいいけど、やっぱちょっとね、私はリゾートでやるの好きなんですよ、結構。ああ。うん、なんかそういうところでやると、なんか気分も変わるしね、空気も美味しいし、ご飯も美味しいからね。そうですね。なんかまあ、講座でももちろんすごい勉強になるんですけど、講座じゃない、その普段、例えば、高子先生の、そのなんか、あり方に触れてる。そう、そのなんか、ね、ああ、こういう時ってこうなんだ、みたいな考え方とかね、そういうのとかも、学べたりとかもするので、うん、ね、普段関わるっていうのも、すごく大切だなって思います。うん、そうですね、確かに。だから、淡路島ね、今回みんなで行ったけど、合宿楽しかったよね。楽しかったですね。変な大人ですよね。変な大人。合宿、修学旅行みたいな。修学旅行みたいなね。変な記念写真も撮ったしね。はい。あんなに笑ったのはもうね、何十年ぶりで。何十年ぶりなぐらいの勢いでね、楽しかったんで。はい。じゃあそういう、京子村じゃないけど、なんか、京子ホールです。そうなんですよ。K ホール。K ホール。そしたらね、なんか、じゃあ、なんか、先生初心者の人たちの練習会とかもできるかもしれないし。確かに、うん。そういうのも面白い。そういうのも。はい、あとはね、温泉地とかでも今オンラインっていうのがあるから、もうほんとどこにいても教室ができるっていうのはすごい強みなので、できますね、温泉地。そういうのも楽しくやっていきたいなと思います。はい、素敵な演奏展望ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、認定コンサルタントの高橋京子先生をお招きしてお話を伺ってみました。はい、皆さんね、はい、ぜひ悩める子羊たちは京子先生、そう、一緒にやりましょう、はい、やってみてください。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。